ご覧いただきありがとうございます。アトリエチョークアートミリです。前回のカボチャを描く動画で前半部分が静止画になってしまっていましたので、今回また新しく編集し直しました。前半部分を中心にどうぞご覧ください。ここから描いていきます。ここ白と、なんかこう縦線みたいなのが入ってるっぽいので、でちょっとこっちは暗めにします。こちらも綺麗にツルツルの面ではないので、ちょっとガサガサとなって色を混ぜたいと思います。なんかちょっと緑っぽい光線みたいなのが入ってますので、こんな緑色をね、足したいと思います。あ、間違えた。こっちだ。はい、それではこっちの方を描いていきますね。身の方を描いていきます。何色にしようかちょっと迷うんですけど、何色っていうのは黄色かベージュかどちらをベースにしようか。どっち、黄色かな。黄色の上にこのベージュをのせればいいかな。じゃあ黄色ベースに、こっちのが明るいので黄色ベースにします。はい、じゃあまず全体的に黄色を塗って、でこの辺がちょっと緑も入るので、黄色をまず薄く塗ってみます。ざっと黄色でベースを作って、はい、あとこっちももうちょっと明るいところになる、ちょっとこっちも一応ざっと作って境目は分かるようにしておきます。この辺ね。で、この辺はちょっと明るいところと暗いところとあるので、ちょっと明るいところはかなり白めに塗っておいて。
でだんだん暗くなってくるのでちょっとベージュを入れたいと思います。こっちからこっちの方向から光が当たってる、あ、ここで見れば分かると思います。ここが明るくなってるので、まあ、こっちの方からあの光が当たってる風に、写真ではなってるので、こんな風にね、そうするとここがね暗くなるんですよね、この部分がね。でここら辺がね明るくなるんですよね、こんな感じで。ちょっと黄色を入れましょうか。黄色を入れて、で明るく、明るくしておきましょう。はい。じゃあ、あとはですね、ちょっとここ周りをね、もうちょっと濃く塗っていきたいと思います。どうしようかな、ここら辺ちょっと黄土色をちょっと足しましょうか。この辺ね、この辺ちょっと暗く見えるので、こっちの方は黄土色を足したいと思います。ベースに黄色を塗ってまして、でその上にちょっと黄土色をのせてまして、で明るいところはねちょっと黄色をまた強めに描いて、でこんな感じでいいかな。微妙にね、少しずつこう色味がね変わってきてるので、それを表現しつつ、まあ本当にあんまり色合いがそんなすごく変わるわけじゃないんですけど、まあ、ちょっとしたね色の違いがあると思うので、でここはざっとちょっとぼかしたいと思います。指でね、結構雑で、こんな感じでざっと色合いができました。黄色ベースですね、黄色ベースにして黄土色を上からのせてます。でさらにもうちょっと色味、黄色、オレンジかな、赤かな、ちょっとオレンジを入れてみたいと思います。あ、いいですね、オレンジ少しのせて、
赤みもね少し見えるんですよ。なのでオレンジ、赤入れちゃうとちょっとやりすぎかなと思ったのでオレンジを入れてみました。うん、ちょうどいいですね。ちょうどいいと思います。じゃあこの辺にも少し、この辺にも入れておきましょう。はい、10月はハロウィンがあるので多分あのかぼちゃをねたくさん書いてワークショップや何かでたくさん書くと思いますけども、本当のかぼちゃはあんまり書かないかなと思うのでちょっとねここで練習してみてはいかがでしょうか。あとねここの中はあの種があるのでちょっと暗くなったりするんですよね。なのでこの辺も少し濃い色を入れて、中がね、あのへこんで見えるようにちょっと暗くします。こんな感じでいいかな。で、ここら辺はあの綺麗にあのこう指で動かさなくても後でまたあの描きますし、そんなに綺麗に描かなくても、とこの辺ちょっとこの辺はもうあのこれの影になってるところなので、ちょっとかなり暗く思い切ってね暗くすると立体的に見えます。あとはどこら辺、ここら辺かな、ちょっと暗くします。この辺暗くしときます。じゃあ今度はこの中をね、中の種の部分を描いていきます。種も明るいところと暗いところがあるので、それをね表現して、どうやって表現したらいいか、あとなんかこうなんつうの、筋っていうか繊維みたいなのもたくさんあると思うんですよ。それもねまず最初に、それ最初に書きましょうか。この辺にですね、その繊維みたいのが結構見えるんですよ。なのでこうやって線でね書いておきたいと思います。少しこんな線みたいな感じでね、下に白があるのでまたあの重ねて白をのせれば、まあ繊維みたいなのが
うまく表現できるんじゃないかなと思います。まずこうやってね、線を書いて、ちょっとぐちゃぐちゃっとしたところとかもありますので、ちょっとこうぐちゃぐちゃっとしたところもあって、あとちょっとねこう凹凸もありますので、ところどころちょっと暗いところをね作っておくといいんじゃないかなと思います。そしてもうこっちのここら辺はもう暗くなってるのでね、でこの辺はもう暗くなってます。暗くなって種もあるので、種はちょっとまず種をちょっと白で描いときますね、一回ね。で白で描いて、ちょっと明るすぎなので上からちょっと別の色を、またベージュをこうやって入れて周りを暗くします。そうすると、種の形が、あ、もうちょっと濃い色でね、これね、周りを暗くします。そうすると種がね、こうやって浮き出て見えると思います。こんな感じで。あとはもうこの辺はすごい暗くなって、繊維もこうスーッと書いてある感じなので、あとこの辺にも、この辺にも種をじゃあ入れたいと思います。まず最初にちょっと明るい白で種の形を書いて、で、これでちょっと色をこっちのつけて、この辺ちょっと暗くなる感じですね。で、周りを暗くすると。できます。あとちょっとこう見える感じで、一部見える感じでこうやってちょっと書いて、でこれでだんだん暗くなっていくように書いて、で周りを暗くすると浮き出て見えるという、こんな感じですかね。この辺は暗くなって、こんな感じでしょうかね。見えますかね、暗くなってるの、ね、ここら辺もちょっと暗くしようか。そうすると種がね、
かりますかね。ここね、ちょっとこう見えるかな。はい。じゃあこの辺にもうちょい種を増やしていきたいと思います。強弱を大きくつけると浮き出てきますからね。なんか最初は本当に書くときにそんなにね、あんまりこう濃い色とかつけて失敗しちゃったら嫌だなって思って、なかなかこう思い切って書けなかったりするんですよね。意外とね、こう思い切り書くとはっきり見えてくるので、ね、やってみるといいと思います。ね、挑戦してみるといいと思います。種が詰まってるように見えますでしょうか。ね。はい。じゃあこっちの方もね、同じように書いていきたいと思います。このあたりまでが前回静止画になっていたところです。ここから先は前回の動画をご覧ください。かぼちゃの種を描くポイントは、まず種を白で描いて、で、その周りを濃い色で囲っていくと白い種が浮き出てきます。種も真っ白ではないので、他の色で、この場合だと白の上にベージュを塗って、ちょっと影を大きさ小さくしたり、影をつけてみたりしています。で、種の周りの色は、インディアンレッド、本当に濃い色を使っています。強弱をつけることによってより立体的に見えてきますので、ぜひ試してみてください。
最後までご覧いただきありがとうございます。このチャンネルはチョークアートの描き方、制作動画などを出しています。ご質問やリクエストにもできるだけお答えしていきますので、コメントよろしくお願いいたします。よかったよ、参考になったよという方はグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。今日のようにね、季節のものも、たくさん書いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは次回の動画まで、さようなら。